こんにちは、ゆうみです。こないだね、アマゾンプライムでオカルティックナインっていうアニメを見つけて見てたんですけど、なんと普通のアニメなんだけどね、アストラル隊の話だったんですよ。アストラル隊について勉強したいって思ってたら、そのアニメを一本見るとある程度のことは分かっちゃうかもしれないです。最初から最後までね、ちょっとイラッとくるところもあるんだけどなんかやっぱエンターテインメントだからね、アニメっていうのは。ちょっとイラッとくるところもあるんだけど、大まかなアストラル隊の概念っていうか、現世とアストラル界の違いみたいなのは、多分そのアニメを最初から最後まで一本見たらある程度理解できるんじゃないかなっていうアニメでした。面白かった。なんとなくアマゾンプライムさ、開いて見てておすすめに出てきたから開いただけだったんですけど、すごい勉強にもなる感じだったんでね、シェアしようかなと思って今お伝えしましたというわけで、あっという間に3月です。年度末だしね、春分の日があるので、あのホロスコープ的には春分の日が1年の切り替わりの日って言われてるので、まあ、3月その春分の日を境にね、何か予定を立てたりとか、星のね1年のスケジュールを立てるといいのかなというのが毎年の通例なんですが、今年に限っては春分の日を待たずして、もう思い立ったことからどんどんやっていくといいと思います。結構行動的な流れのエネルギーが来てるんでね、何しようあれしようって考える前に行動してみてもいい年かもしれないです。というわけで、またね1本ずつ動画を分けますので、お好きなところだけねご覧いただければいいと思います。今回もね、まあ、前回前々回と同じくマーメイドのカードを使っていきます。さすがにもうこんだけ使ってたらある程度分かってきたかな、なんとなくカードの流れとか。まあ分かりやすいいいカードなのでね、絵も綺麗だし、一緒にこれで見ていきたいと思います。はい、それでは早速見ていきましょう。今回は2019年3月太陽星座、牡牛座さんたちへ向けたメッセージを下ろしていきます。出ています。今月牡牛座さんたちに関しては、これはね、朝一番のアファメーションをねちゃんとしましょうみたいな感じなんですけど、何か大きな変化がやってきています。今月いきなりパンって始まるっていうよりは、これまでなんとなくやり過ごしてきたことが突然視界が開けるみたいな感じの印象のメッセージかなというふうに思います。で、まあ、たくさんのねサインとか、まあ、ラッキーとか助けとかね、ガイドたちから来てる時期にはなるので、しっかりそれを、まあ、目を配ったり気を配ったりしながら受け取って、自分のね新しい夜明けに備えるみたいな感じなんですけど、どっちかっていうと大きなことに備えるっていうよりは、日々コツコツその日どうありたいかとか、その日一日をどう過ごしたいのかとか、自分が何を得たいのかとか、人から与えられたいのかとかね、そういうのを毎日のアファメーションで朝一書いておくといいと思います。で、まあ、思い出した時にねそれを唱えるなり、心の中でね言うなりして、毎日毎日の自分軸をしっかりとね整えておくっていうのがすごい大事かな
でもアファメーションっていうのはそのガイドたちへの語りかけでもあるんですよね。私は今日こういっいう風に過ごしたいとか、こういう人でありたいとかね、で、まあ、そのためにどうぞ守ってくださいだとかすると、ガイドたちが今すごい動いてる時期だから、それに沿っていろいろなサポートを送ってきてくれるはずなんです。で、まあ、ちゃんと気づいてねっていうカードが出てるから、今でも結構降ってきてるはずなんだけど、その毎日毎日のセットをすることによって、こうありたい、あれやりたい、でそれに沿ったものを送ってくれるっていう感じなので、しっかりそれをね、取りこぼしなくちゃんと拾っていくと、まあ、少しずつ積み重なって大きな変化としてね、やってきますよっていう感じのメッセージなんですけど、実際、まあ、ちゃんと積み重なって、まあ、パッて開けたなって思うのは3月終わり頃の方かな。太陽が魚座から抜けた頃ぐらいになったら、まあ、パッて開けたかなっていうエネルギーにね、なるそうなので、それまでは日々コツコツと毎日こうありたい、毎日こうなりたいっていうセットをね、しっかりしていくっていうのを意識してやっておくといいと思います。そのコツコツやるっていうのがすごい向いてるかな、今の特にエネルギーの流れだとね。いかがだったでしょうか。今回はね、全体的に結構チャネリングをね併用してメッセージをダーッと下ろして喋っちゃったので、多分喋ってる言葉もいつもより早いと思うし、内容的にも、十二星座で結構ばらつきがあったのかもしれないです。本来ね、オラクルカードはそうやって、チャネリングとかを併用しても使えるカードなので、そんなこともあるんだなぐらいに思っておいていただけるといいかなと思います。そんなの真似できねえよってなっちゃったら、カードを説明してる意味がなくなっちゃうんでね。上級ぐらいまでやると、そういう見方もできるよーっていうデモンストレーションです。昨日気づいたら 2,3 時間ぐらい多分瞑想してて、久しぶりにね、ちょっと調子がいいんです。2時間とか3時間とかね、たまにはガツッと瞑想してヒーリングして、いろんなね、ガイドとかハイヤーセルフとかとねコンタクトを取ってると、自分のエネルギーの循環も良くなるし、いろんな情報を知ることもできるし、楽しいしね、すっきりするんでね、定期的にそんな時間を持っていただけるといいと思います。はい、というわけで、この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。